ベースの右足左足秋吉です。今日はですね、スラップ第5弾ということで、ダブルストップ、そしてですね、コードで弾いてみようじゃないかっていうことの、まあ、フレーズで中心に作ってみました。まあ、どういうことかっていうとですね、ダブルストップって何かっていうと、この2つを弾くわけですね。この2つをこれダブルストップって言いますよと。ここの部分ですね、最初のこれ、実はこの音はここだけじゃなくて、この2つを弾いてるっていうことですね。で、まあ、これもコードっぽいじゃないですか。あのギターのコードっぽい響きになってると思います。まあベースなんでね、ベースでの和音っていう感じになるんですけど、 Am7th だからコードで弾くっていうことはですね、コード感っていうのをより感じることができるっていうメリットがありますので、まあ、こういったところも効果的なんじゃないかなっていうところですね。まあ、少しテクニック的には難しくなりますけれども、まあ、全体的にコードを感じれるようなマイナーのコードですね。まあ単三度マイナーサードですね。でここもマイナーサード、オクターブというとマイナーサードですから、大丈夫ですか、ついてきてますかね。まあ指使いもですね、この薬指と小指を2つ、まあ、こういうのはよく聞く、オクターブは聞くと思うんですけど、ここのねマイナーサードと、マイナーサードとセブンスですねのマイナーを感じさせるところで弾くことによって、マイナー感を演出できるということですね。でそしてその後ですね、最後に入っているのがメジャーサードですね。まあセブンスとかでもメジャーサードですから、3番目はですね、3番目がメジャーとかマイナー、明るい位を決定付けさせますよっていうところで、まあ細かいこと抜きにしてですね、あこれメジャーなんだ、あこれマイナーなんだっていう感覚で弾いていっても全然ありありですよ。でそしてですね、さらに、後半で弾いたソロっぽいメロディっぽいこともそうですけれども、マイナーサード弾いてる、 G を弾いてるってことですね。ここ G を弾いてます、ここ G です、オクターブ、マイナーサードですね。これを感じながら自分で、あマイナーここだな、3度ここだな、あ A に対して5度ここだなっていうコードトーンぐらいはですね、あの把握しながら弾くで、早くこうやって弾く場合はドレミファソラシドですね。ドレミファソラシドテレテテレテレペテキテレね、まあ、ちょっと調子乗ってスキャットしちゃいましたけれども、ドレミファソラシ、あドレミファソラシドっていうところをですね、まあ、多用して弾いてますよっていうのが後半でした。まあもうほぼほぼアドリブでですね、あの後半に至ってはもう、瞬間的に考えながらっていうか、もう手癖っていうか、あ次5度弾こう3度弾こうっていうのがですね、まあ、瞬間瞬間にひらめいてそこにヒットしてるっていう形で弾いておりますので、まあ後付けであここ、こうこのコードやったな、6やったなとか、例えばね6弾いてないかな、メジャースケールを多用してたと思いますね。まあこういうのもこうちょろちょろっと弾いたと思うんですけど、ちょっと聞き直してみないと分かんないですけれどもね、ということで、はい、いかがだったでしょうか。ダブルストップ、そして和音っぽい、まあ2つのですからね、あの3つとかになってくる、3和音とかになってくる、まあベースの場合ですから、もう2つだけで和音になりますから、まあそこら辺もですね、日々の練習の中に取り込んではいかがでしょうかっていうのが、スラップ第5弾でした。
あ、おもろいじゃん、またまだこうスラップでこういうことやってみてよっていうのがありましたらね、ぜひゴーストノート対応したやつやってくれとか、あ、もっとコードのこと知りたいっていうのであれば、あ、ぜひコメント欄に書き込んでいただけばね、まだコメントがいただけてないんですよね。今までの、まあ、ニーズがないのか俺って思いながらですね、はい、で、あの10個ぐらい上げても全然コメントもなかったらもうフェードアウトしようとかね思っておりますので、皆さんからですねスラップに関する質問も受け付けておりますので、あとこういう、スラップのかっこいい楽曲を耳コピーしてくれても全然ありありなんでね、もう難しいやつだとも却下しますけれども、もうそもそも耳コピー結構大変なんでね、得意な方じゃないんですけれども、はい、まあ何でもいいんでね、ぜひぜひ、コメント欄に高評価にチャンネル登録をお待ちしておりますんで、ぜひ引き続き見ていただけたら嬉しいですということで、また次回の動画でお会いしましょう。右よし、左よし、あきよしでした。またね。